はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は黒夢のラブソングのギターの弾き方をゆっくりと説明していきたいと思います。イントロからサビまで、説明していきます。それでは、イントロの説明をします。はい。まず4弦の9フレット、この音ですね。を薬指で押さえます。で弾きます。そして、2弦の7フレット、ここを人差し指で押さえます。となりますね。で、次に、3弦の7フレットを人差し指で押さえます。この音ですね。これを続けて弾きますと、こうなります。ここでちょっとポイントがありまして、僕的な話なんですけども、こう7フレットのところをですね、人差し指でこう弾いて、2弦を弾いて、で離して3弦の7フレットにこう行ってもいいんですけど、僕はですね、2弦と3弦を両方人差し指で押さえてで置いて、一本一本弾くっていうやり方をやってます。こうですね。で、両方押さえたらこう音がかぶっちゃうんじゃないのかなと思うかもしれないんですけれども、こういう感じで、こういう感じで重なっちゃうんじゃないかなと思うかもしれないんですけれども、CD バラバラでなってますんで、ちょっとコツがありまして、こう人差し指をですね、こうくね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 させて、くねくねさせる動きを使って、弾き分けてます。ですね、そうだな、こう横から見るとですね、2弦の7フレットを押さえるときは人差し指のちょっと腹側を使ってですね、普段押さえてる先っぽよりちょっと腹側を使って押さえますね。で、3弦の7フレットはちょっといつもぐらいのポジションみたいなところを押さえていただいて、でですね、2弦の7フレットを弾くときは、腹を中心にこう押さえます。で、その時に3弦の押さえるであろうこの先っぽはちょっと浮かせ気味にしまして、そうすると音鳴らないですね、この時3弦が。ちょっとミュートがかかってて鳴らないという状態になってます。で、その次に、3弦の7フレットを押さえる時はこのまま離さずに、指をこうくねってさせまして、こうくねっとさせます。で、3弦の7フレットを音出します。さっきまで鳴らなかったのをくねっとさせて音出させます。で、さっきまで押さえていた2弦の7フレットのところはこうくねっとさせたことで指が立ちまして、逆に2弦の方は音がこう出なくなっているというようなやり方で弾いてます。確か人差し指でジョイントなんていう方法だったような気がするんですけども、そんな技を使ってます。こうですね、こうくねっとさせて、では、話戻しまして、続きからいきます。
ここまで行きましたら、次に3弦の6フレット隣ですね。人差し指のまま移ります。はい。で、次に、また隣の7フレットを、これを交互に弾くと。こういう感じですね。はい。で、ちょっとここでもポイントがありまして、一体ここを何の指で弾くかっていうのがちょっとポイントになります。はい。で、ラブソングのイントロはですね、チョーキングが2箇所あるんですよね。で、そのチョーキングを、一体どの指で弾くかっていうのが僕的には結構ポイントでして、僕チョーキング下手くそで苦手なんですよ。結構苦手で、で特に薬指のチョーキングはまだいいんですけど、人差し指と中指のチョーキングが結構苦手で、あまりやりたくないくて、なるべく薬指でやるようにしてるタイプなんですね。はい。で、このラブソングのチョーキングのところもですね、チョーキングを薬指でやるっていう前提に立ちますと、話戻りますが、この3弦の7フレットのところ、ここを多分オフィシャルバンドスコアだと人差し指と薬指、中指で行きたくなると思うんですけど、チョーキングを薬指でやるって考えると、僕は7フレットは薬指で押さえるようにしています。はい。こうですね。中指はちょっと飛ぶんですけど、飛ぶっていうか中指がちょっと仲間外れみたいになっちゃうんですけど、この隣同士のフレットなのに人差し指と薬指なんかって、こうちょっと不思議かもしれないんですけど、僕はそのチョーキングのことを考えて薬指で弾くようにします。でも中指で弾いても全然悪くはないんですけども、そうするとこうスムーズにチョーキングに行けますので、はい、これ中指で押さえるとですね、この押さえた中指を外して同じ場所に薬指を置き直してチョーキングに入るんですよね。こうなるんですよね。できなくはないんですけど、なんか窮屈で嫌なんですよね。ということで、なるべく薬指で押さえるようにしてます。はい、とか言いつつ、僕も弾いてみた動画を上げたことあるんですけども、やっぱりなんか癖で中指で弾いたりもしてますけども、はい。要はですね、このフレーズが3回あるんで、で、その3回目でチョーキングが入るんで、そこだけ薬指で7フレットを押さえるようにすればいいとは思います。最初とか別に中指でもいいけど、2回目も別に中指でいいけど、3回目は薬指で、そのままチョーキングに行くと、とても、やりやすくていいんじゃないかなと思ってます。じゃあ次に進みます。チョーキングしますね。で、この後なんですけども、ですね、これもチョーキングの絡みになるんですけども、バンドスコア、オフィシャルバンドスコアだとですね、最初のここの9に戻るんですね。4弦の9フレットに。で、3弦の6フレットハーフチョーキングでまた戻ると、4弦の9フレットに、こういう感じですね。こういう感じになると、
で僕もさっき言った通り、このハーフチョーキングもですね、なるべく薬指で、やりたくなってしまうタイプ で、それを考えるとここで4弦の9フレットを薬指に戻るんじゃなくて、これと同じ音のここですね、3弦の4フレットを人差し指で弾いた方がこの後、薬指でハーフトーンキングをこうやりやすいかなと思って、僕はこっちを選んで弾いています。最後に、A メロの直前で、ちょっと変わったフレーズ入ってますね。これですね。はい。ですね。4弦の開放弦を押さえないで開放弦を鳴らしますよ。で、2弦の12フレットにスライドで入ります。でちょっとビブラードをかけた方が、一瞬ビブラードをかけるのがっぽくなりますね。でこのスライドどこから入るといいかなっていうところなんですけど、まあ好きなところでいいと思うんですが、僕はここですね、2弦の7フレット、2弦の7フレットから入ることが多いんです。あと同じことで言いますと、あれですね、イントロの本当に最初もスライドに、これもスライドから入ってますけど、これもこれの話をしますと、僕は4弦の4フレットですね、4弦の4フレットからスライドして入るのが、まあ無難でいいかなと思いますね。そんなので、だいたいイントロの説明は終わります。いかがでしたでしょうか。ちょっとじゃあゆっくり一度通して弾いてみたいと思います。はい、ゆっくり弾いてみますね。はい、薬指で、人差し指両方で、ここも薬指で、薬指チョキング、人差し指で、薬指でハーフチョキング、戻って分からないことがあればご質問ください。では次に A メロから説明します。